はい、こんばんは、パパゲーノです。夕飯これです。カレーラーメン。いやもうね、作るのがめんどくさかったしね、昨日作ったカレーが大量に残ってましてね、ご飯炊いてなかったんで、砂糖のご飯でもいいんですけど、とりあえずラーメンの麺だけがあったんでね、カレーラーメンにしてみました。これは大根の漬物。あのね、昔よく僕のばあさんが作ってたんですけどね、まあ一種の保存食ですね。じゃあいただきます。なんでラーメンなんだって言われちゃいそうなんだけど、うどんがなかったからなんですね。やっぱりうどんの方がいいね。でこれで夕飯がね、ここまで貧乏くさくなってくるとね、バランス取ろうと思ってね、晩酌がちょっと豪華になってくるんですね。今日夕方アップロードした八街バイパスの動画、伸びがいまいちですね。同じ工事中の道でもね、清澄養老ラインの方はまあ出足もうちょっと好調だったような気がするんだけどな。どういうことなんだろう、よくわかんないですね。まさかサムネイルがこっち向いてるのとあっち向いてるの違い、そんなことはないよな。メインチャンネルのチャンネル登録数551まで行ったんですけどね、また550まで減ってしまいました。550っていうと、モーツァルトの交響曲第40番トタン調のケヘル550ですね。さてさて、晩酌の時間です。今日はね、お酒はウーロンハイ、よいしょ、これ先日買った魔法瓶ね、ウーロン茶とかね、麦茶とかこれで作ってます。ちょっと豪華にしようかなと思ったけど、結局こんなものになっちゃいました。これはカレー作った時の余った肉とね、玉ねぎを炒めたものね、塩麹とかってそういうソースで炒めました。それからポテトサラダと春雨サラダね、まあこれね、もっと本当はいっぱいあるんだけど、あんま食べ過ぎないようにね、するために小出しにすることにしました。じゃあ乾杯です。春雨のサラダって僕が小学校の時によく給食で出てたような気がします。きっと安くできるんでしょうね。僕が小学校の時は給食ってね、給食室があって、給食のおばさんが作ってたんですよね。最近は給食センターでまとめて作って小中学校に配送するっていうのがまあ主流になってるようですけど、でも給食は給食室で給食のおばさんが作る方が美味しいよななんて思ってたんですよね。ただね、これ最近知ったんですけど、あの給食のおばさんって、だから今はもうほとんどいないんでしょうけど、時々ね、空気抜いてあげないとね、プルプルプルって言うんですね。まあいいや。で、なんだっけ。で、給食のおばさんなんです。最近知ったんですけど、あの人たち、正規雇用された公務員だから、結構給料いっぱいもらってたらしいんですよね。だから、もう50代とかになっちゃうと、年収1000万とかいって、で、それだと退職すると、やっぱり退職金が2000万とか3000万とかもらえたらしいんですよね。僕、小学校の時の同級生に、その給食のおばさんの娘がいたんですけどね、結構いい暮らししてたんだな、なんて思いました。それがね、同じようなものを作ってても、給食センターとかだと、きっとパートのおばさんとかが作ってるでしょうからね。だからね、人件費なんか3分の1か4分の1ぐらいに抑えられてるんじゃないかなとかって思いますけどね。だから、給食センターの流れっていうのは、単純な合理化だけじゃなくって、人件費の削減にもなってんだなっていうのが、わかりましたね。いや、びっくりしました。とはそんなこと言ってる間に冷めちゃうよ。それからね、ポテトサラダってね、ソースかけると美味しいんですよね。後でかけようと思ってます。もう2つラーメン食べる気になってますけどね。ポテトサラダは大入りの袋で買ってくりゃいいなんてね、前言ったんだけど、そう言いながらね、小分けのパック買ってきてですよね。まあついあると買っちゃうんですけどね、まあ半額だったからね、158円の半額だったから、79円プラス消費税。まあでもな、安いかなって思ったんだけど、まあそれでも袋入りのやつのがだいぶ割安ですね。全商から株式関係の書類送られてきました。全商ってスキヤの親会社ですね。まあスキヤの他にもね、中尾とか、ココス、それからジョリパスタ、花屋与兵とかね、その他諸々の親会社ですね。僕にとって一番自由なのはこれね、株主様お食事ご優待券。僕はね、全商の株を500株持ってるんで、この500円券が、これ1冊6枚入ってるんですけどね、だから2冊だから12枚のだから6000分もらえるんですよね。でもね、全商の通販商品と交換することもできるんですね。通販商品なのか何なのかな、ここら辺のね、レトルトパックとかね。まあ僕はね、近所にね、すき家とそれからはま寿司があるんで、そこら辺で使うと思ってます。まあ焼肉宝島なんかもあるんだけど、宝島で使ったらあっという間なくなっちゃうんでね、さすがにね。全商の今回の中間配当、1株あたり10円ですね。頑張ってますね、結構ね。でもね、中間報告書によるとね、1株あたりの当期純利益、当期だから本当に通期でね、
通期での純利益が6円56銭なんですよ。あれ、純利益より中間配当の方が高いんですよね。来年3月も一応20年の予定そのまま据え置きですね。大丈夫のかな。全商ってね、自分の会社のこの株価を利用して M&A で業態広げてるんでね、株価下げるわけにいかないんでしょうね。株価下げたらね、こう M&A する元手がなくなっちゃいますからね。全商いつもね、あの株主優待券と一緒にこれ送ってくるんですよ。全商サポーターズクラブ入会申し込み書。この全商サポーターズクラブ入会すると特典がまあありまして、年3回の会員情報誌、小川会長の特別対談やグループ店舗の紹介など、全商のことがよくわかる情報誌をお送りします。2つ目の特典、特別お試し券、年6回。新商品やおすすめ商品など、よりすぐりのメニューをお試し価格でご賞味いただきます。要は割引券ですね。割引だけどただじゃないんだよね。3つ目の特典が、特別商品の通販販売。会員限定に全商自慢の商品を販売させていただいております。やっぱりこれもお金取るんですね。そういう特典があります。この全商サポーターズクラブ入会金が500円で年会費1000円だそうです。非常に微妙なんですけどね。僕は絶対入ろうと思わないんですけど、これ入る人いるのかな。よくわかんねえな。今回の中間配当がね、1株10円だったんでね、100株だとちょうど1000円、この全商サポーターズクラブの、年会費になるんですね。配当までさらにこうやって回収しようというところが、なかなか、小川健太郎さんはなかなかやり手だなぁなんて思っちゃいますけどね。まだ12月いっぱいの分がまだいっぱい残ってるんですよ、僕。丸々1冊分残ってるんですけど。どうしよう、困った。明日からすき家とはま寿司通おうかな。以上、全商の株主優待情報でした。それでは。